毎度サンリです。久しぶりやな。多分もう3、4年は何もアップしてないんちゃう。主に3つの理由があるんやけど、まず、環境。一人暮らしをしてて、その部屋がやっぱ狭くて、でこうなんていうか、撮影できるスポットがこう思いついたとしても、やっぱりこうそのスポットだけではなく周りも映ってしまうので、すごいこう生活感がわかるし、なんかすごい散らかってたし嫌やったんやけど、今はちょっと広い部屋に引っ越して、こういう私のちょっと YouTube スポットというか、このレインボーフラッグと去年私が描いた油絵も飾って、ちょっといい雰囲気になったソファもここ置いてて、いい感じやね。2つ目は機材。今も大した機材はないんやけど、前はもう iPhone で撮るかパソコンで撮るかで、 iPhone やったらやっぱこう撮ってなんかだるいし、どっかにこう固定して撮るのもちょっと難儀やったし、パソコンやったら映像もあんまり、音声はさらにあんまりって感じで、なんていうかファンのこう音が聞こえたり、そのパソコンのね音が入ってしまってたので、ノイズが1年半前か、ちょっと消費税が上がる前に、よしカメラを、ちゃんとしたカメラを買おうと思ってて、もともと一眼レフも持ってたんやけど、ちょっと古くてその、動画の機能がなくて、でガッチではないんですけど、このなんていうかちょっと一眼レフっぽいカメラ を買ってしまった。はい、写真も撮れるし動画も撮れるし映像も悪くない、音声もまあ悪くないと思うんで、これでちょっと行こうと思ってます。で3つ目の理由が、ほんまにこのチャンネルに何あげようかと、で私はどんな動画を作りたいのかもう全然決まらなくて、なんか決まったり悩んだり決まったり悩んだりしたんやけど、すごいやっぱ自分はじゃあ YouTube で何を見てるのか、結構そういうコメンテーター見てるし、こうなんやろ、自分もすごい物申したいことがたくさんあって、自分の発散のために動画撮ろうと思って、なんか友達にこういやいや言うてもおかしいし、あんまりそこら辺のね人間関係も崩したくないし、せっかく気づいたので、せやから YouTube はええかなと思って、自分がこう気になることとか、うんって思うこととか、まあたまにはこれめっちゃすごいやんと思うことも、はい、アップしていこうかなと思ってます。多分名前って光じゃなかったって思う人もいるかもしれないけど、なんか最近その名前もあんま使ってへんし、まあよく使ってるサンリという名前でいこうかなと、はい、思ってます。へへ、でもやっぱこんな顔で光とか言うたらな、なんか変やなそんな感じでまたよろしくお願いします。多分次の動画はもうちょっと早い、3年とかはならないと思うんですよ、多分ね、多分。こんな、またね。